銀卵は卵化金卵属の地性の多年層。地下に軟骨質の細根が多場性する。茎は直立して痩せ細り、高さは10から3 0トルになり、茎に毛はない。葉は3から6個が個性し、養身は強調楕円型で、長さ3から8センチメートル、幅1から3センチメートルになり、葉先は鋭く尖り、木部は茎を抱く。葉に毛はない。 かきは5から6月。茎先に数個の白色の花をつける。全体に金卵より小さい。ストは強三角形で、長さ1から3ミリメートルになるが、貝の1から2個はそれより長くなる。額片は筆心型で、先端はやや尖り、長さは7から9ミリメートルになる。側下辺は後皮心型で、先端は二分頭で、長さは 学編よりやや短く、あまり開かない。神弁の基部は、筒状になって短い巨となり、先は三列し、二個の側列編は三角状、中列編は絶状になる五個の単行褐色の隆起線がある。二多種に、同族の笹場銀乱がある。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、明るい林内に生育する。国外では、中国大陸、 台湾、朝鮮半島に分布する。和名の銀蘭は、銀蘭の意で、黄色の花を咲かせる金蘭に対して、白色の花を咲かせることによる。学名の俗名、セファランタラは、ギリシア語で、カッファローズ、トーアンセラ、役で、随中の頭部にある大型の役の形から来ており、首相名のエレクタは、直立したの意味。ありがとうございます。